せよとかしせよ、あたいだけさん台風がともしせよ、あんさてにしせよ、もうそこへみたいきな道路向かいに歩いていた警察が止まっちゃうよ、止まっちゃうよ、ないごと検証を手にしせよ、あーやたひらいかどぶつけせよ、警察どんが自分で事故するのはよかなかど、ガバやな。うんだもこらいけなもんな、あたいげどん茶碗なんだ、日に日に三度もあるもんせばきれいなもんごわんさ、茶碗についた虫じゃろかい、ネゴなどけ歩く虫じゃろかい、まこてげ猫じゃわはは。このチンコさは、ぼっちゃん、じょうちゃんという、まあ、小さい子を示す言葉ですけども、まあ、由来がですね、チンコ様の天下です。ってあるので、まあ知らない人が見たらひったまがあると思うんですけども、鹿児島弁で、チンコ、チンケは小さいという意味もあるので、まあ、小さい子的な感じですかね。まあ、ちなみに、チンで赤ちゃんということもあるみたいですね。いや、こんチンコさはどこチンコさな。鹿児島市公式ご当地 VTuber も普段使っている鹿児島弁ですです。ねえねえ、明日って休みけ、です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 とは同表現、そうですという意味で、まあ、鹿児島にいるとよく聞く言葉ですし、使っている方言で、まあ、地元ローカル番組の番組名になっていたり、ハバネロソースの名前にもなっています。ちなみにデスソースみたいなやばいやつはないです。ぜひ買ってください。鹿児島中央駅と西駅と呼んでも通じるの、なぜなぜ。いまだにゴースという人がいると思われているの、なぜなぜ。火山灰が缶詰入りで土産として売られているの、なぜなぜ。奄美大島の人、なぜなぜ。なよしちょっと、なよしちょっと、なよしちょっと、なよしちょっと。チャッチャッチャチャララララ、おいしさハートにピピンバ来たよ、焼肉鍋しまろせうまい、すっかみんなたーんとつけまして、カルビと一緒にゆっけゆけ、みんなで楽しく食べれば鍋しま本当にいいキムチ、誰でもきっと喜ぶたん、焼肉鍋しまいいお店。